うすうす、今日からピクミンやっていきます。そういえば、アルフ君って赤ピクミンとずっと一緒だったわよね。はい、だから赤ピクミンには少し思い入れがあるんだす。やばこいつ、アルフ性格悪すぎ。どこだったっけ、再会の花園だね、ラグビーだね。ここだね、行きます。あれなんですよ。ブリトニーってあの女の子と、アルフ君という少年と、キャプテンだったかな。で、キャプテンがはぐれちゃったんで、今キャプテン探してるんですけども、キャプテンがなかなか見つからず、3日目になってしまいました。はい。まあ、さっきは雨だったんですけどね、晴れになりましたね。はい、行きます。やっていきます。頑張ります。行きます。はい、集合。はい、我々のね、ピクミンたちをね、俺ね、ピクミンやる上で一つミッションがあって、ピクミンを一匹も殺さずに、クリアしてくれ。行きます。さあ、80ピンの精鋭たち行きます。まあ、まずはね、さっき、動画外でやったとこまで行きますね。カットします。バイバイ。あのカエルめっちゃこっち見てる。あのカエルめっちゃこっち見てる。行きます。ロックオン。うしまった。あ、終わった。今ないで、よ、メモ返した。わけ、今返してる場合じゃないでしょ。はい、うますぎよ、俺。さすが。さあ、一匹も殺さず殺していく。もう一匹殺します。一回フェイントかけてます。俺めっちゃうまいんで。フェイントからのロックオンと。はいはい、うますぎよ、俺。これ、A ボタン連打しないとダメなのかな。まあ、いいやとね。はいはいはい、うますぎ、うますぎコントラクション、うますぎコングレーション、うますぎ俺。はいはい、もう、ちょっとこのカエル怖いよね。俺、ゲーム QH だからこのカエル怖いよ。とりあえず持ってっていいよ。何匹かな ?5 か。1、はいはいはい。はい、赤ピクミン欲しいね。1、2、3、4、5。持っててねえじゃねえかよ。ありますよ、この、殺した遺体を、ピクミンに持ってかせると、ピクミンの基地に持っててくれるんですね。で、ピクミンそれで増やしていくんですよ。説明できてます？いきます。こう、よし、持ってていきます。どんどん進んでいこうか、俺たちは。メモを回収。このメモよく見やかんないけど、どんどん回収していこうかなと思います。このカエルは無視します。葉っぱか。どうしよう。ここやることないな。あ、じゃ、ここの壊そうかな、ここ。よし、行きます。この先なんだろう。ちょっとわかんないな。いや、ピクミンはね、俺、1と2と、お、なんだ。やばい、怖い。ちょっと怖いね。僕たちは登れそうにないな。その通りだ。ブリトニーで協力するなら行きます。これ怖いね。どうやってやるんだ、これは。ちょっと考えます。あ、わかった。ここで、投げます。いっぱい投げます。で、ブリトニーを、投げます。そっちじゃねえよ、ブリトニー、バカ。ブリトニーを、こっちに投げますと。で、俺頭良すぎ。で、こっちに乗せられる？あ、乗せる。これでたくさん乗せれば、右が上がるもんね。やば、俺頭いいな。メンターってシュンと呼んでくれ。で、出てんだっけ？メンバーチェンジ、ブリトニー。おーいー。で、ロックオンと。やば。メンターってシュンと呼んでください。やばい、僕は初心者とも思えないっしょ。もうね、初心者って言われてね、下手になるのやめたわ。マリオカートって思ったわ。初心者だからってね、うまさを求められるわけで、ゲーム実況者っていうの。だからしっかりと、ゲーム、うまいゲームプレイ見していこうかなと思います。こっちはいけないね。まあ、キーピクミン持ってないもんね。戻るわ、一回。おい、行くぞ。なんだっけ、イワピクミンさんか。俺、ピクミン一匹も殺されてに行かねえからよ。優しいね。おい、手伝ってやるぜ。手伝ってあげなよ。突進あ、わかった。なんだってこいつ。このクソ女をこっちに飛ばして、ピクミンを投げてやればいいんだね。置いていきます。やば、俺頭いいな。メンターってシューンがちょっと冴えてるわ。待って、今、持ってくるね。待ってて、女の子の名前わかんねえわ。ずっとわかんねえ、多分俺。まずはね、まあ、100匹持ってこうかな。60、40でいこう。60、40ね。いや、ピクミンが結構強いことが発覚した、マジで。置いていきます。いけー、お前ら、ついてこい。しもべども。しもべとか言っちゃダメだよ。仲間。仲間を大事にしない奴はそれ以上のクズだってナルトも言ってたね。あ、かかしか。オビットだね。正確にね。おい、待って。え、これ、持っていける？怖いな、ちょっと。え、ピクミン大事にしたいんだよね。はいはい、ピクミンジャンプ力舐めてもらって困るぜ、ベイビー。もういっか。どうやって呼ぶんだって。ダニエルじゃん。名前わかんない、こいつマジ。これで、持ってってあげるんだ。うわ、俺今日生えてる。え、ちょ、なんじゃ、持ってって。はい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 、やいもう、やい、好きにやっちゃって、なんでもやっちゃって、好きにやっちゃって、いやいやいやい。おい、仕事早いね、奥さん。あれ、まだある？もしかして。
あ、こっちにあるんだね。行きます。あ、これか。これだよね。わ、いや、グラビクビ必要なのこれ。足りっかな。あ、いけるいけるいける。はい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 。はいはい、持ってって持ってって。はい、持ってって持ってって。はい、持ってって持ってって。トシトシトシ。はい、持ってって持ってって。やばいね、もう。さあ、皆さん、道が完成しました。で、こいつに話しかけて、誰も一人として名前を覚えてない、さっきから。ウアピクミと赤ピクミしかわかんない。あ、ウアピクミと赤ピクミに関しては名前じゃねえしな。あれ、あと19時どこ？あれ、どこだ？待って、俺、なんかピクミとみんなで一緒に行くっていうミッションがあるから、あれ、どこだ、19時。あれ、なんか持ってかしたっけ、俺。あれ、いなくね？やべ、あ、あそこか。なんだよ、もう焦らせんなって、ピクミンよ。やばいな、俺、こんなピクミンに愛が深いと、ピクミンが死んだ時のメンタルがやべえな。あれ、ちょっとカーソルがぶっ壊れた。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。これ、なんかカメラワークが難しいな、今回のピクミンが。行きます。さあ、100匹の精鋭部隊行きます。とりあえず、キャプテンを倒、キャプテン！キャプテンか。なんだ？パパソン、ノン。電波の発信源はこの先か。ああ、その通りだ。タッチに向かう。ロックオン。お前じゃねえ、女。はい、投げます、投げます。マッチョですから。はい、投げます、投げます。マッチョですから。はい、投げます、投げます。マッチョですから。いやー、俺さ、初詣行きたかったんだけどさ、今年行ってないね。コロナだからあれだからさ、行きづらくてさ、俺、飴食いたい飴、あの、いちご飴とか、リンゴ飴とか、あれうまいよね。はい、行きます。どうやって行くんだ？屋台行ったら大体ね、焼きそばとね、飴は食うね。まあ、それしか食わないんだけど、飴ってテンション上がんない。なんかフルーツ飴みたいな、パイン飴とか。あれ、こんなところにもメモが。どういうことだ？おー、いいね。ナイス回転。この惑星にやってきた何日だっただろう。北田先生の家族は元気してだろうか。今度こそは息子にお土産を渡せるように、お宝こっそりポケットに隠しておこう。やばい、遺言みたいになってる。これ大丈夫？北田先生、あのコッパイ星の近くの。確か、野菜ばかり食べてる。お宝土の人たちの星だったはず。こんなところまでってお宝探しかな。このオリマって、オリマ？オリマ？オリマいんの？え、オリマってゲームにも来たんですよ。このオリマって家族思いなんだな。え、オリマとの、マジで？え、テンション上がってきた？オリマとの再会？ちょっとカメラを置け。何このカメラ？え、ちょっとカメラやだよ、これ。何かが掘った後みたいな。やべえ、怪獣とかかな？俺怖いんだけど、こういうの。行きます。ピクミンってたまに怖いモンスター出るかんな。やばいやばい、ちょ、怖い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 。やばい怖い。やべ、嫌な予感がするとか、怖い。やめろよ、お前。やばい、怖いぞ、私。いけるか、降りてるか、降りてるか。なんだ、キモい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 。いや、これは、キモいね。いや、ピクミン、マジこういうのが怖いんだよね。どうやって倒すんだろう、これ。いや、キモいよ、名前なんていうの、こいつ。キモ、マジキメ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 、年じゃねえよ、年じゃねえ、逃げじゃねえよ、逃げるんじゃねえよ、急に。で、倒すんだろう。あと、まあ、一応当てるか。たぶん、ヤピクミンだろ、この感じ。はい、おら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 おはい、ロックオンと。はい、投げる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 と。投げると。投げると。やったこの状態で行きます。待って、戻ってこ、お前ら一匹もして殺されて2回で仲間覚えなんだ、俺は。どこ行ったんだ？どこ行った？いや、いるじゃねえか。ちょ、やめて。こいつさ、バターズのことやめていただきたいもんで。あいあい、投げます。マッチョですか？投げます、投げます。マッチョですか？はい、回収。回収の瞬間って言うから、昔から。よし、いいね。やっぱ、キモ。こいつ皮むくとさらに決めるのはメモの回収します。行きます。鎧は推奨できてるや、分かってるよ、こんなの。最初から分かってたわ。推奨できてるのか分かってなかった。岩ピクミ当てるんだろうなって大体分かった。やばいやばい、キモいんだけど。キモいんだけど、こいつマジで。キモいな、こいつ。まピクミってこんなのばっかマジで。ピクミン2の方がキモかったんだよ、ぶっちゃけちゃうと。ピクミン2のモンスターマジでキモいのばっかで。だから結構ね、あの小学生トラウマ多いとか。大丈夫、任せて。俺マリオシャンシャネも発覚してるように、トラウマをね、どんどん解消してくるのが俺のチャンネルだから。任せて、行きます。ピクミン待ってこい。お前ら死なせるわけにいかねえ。え、こいつ食うの？全然殺してこないんだけど。大丈夫？そんな手加減しなくていいよ。結構ピクミンうまい方だから。大丈夫。そんな手抜くなって。おら。100匹持ってきたのが大きいね。てか、イヤピクミンしかまだ使ってない。赤ピクミン活躍ゼロだね。どこだ？どこだ？あいつ。あいつどこだ？
キモい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 、来るぞって、キモい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 、マジでキモい、マジでキモい、マジホントこうめっちゃちょっと怖いんだけど、ピクミンってこんなのばっかだよね。いやーキモいキモい、中身柔らかい、知ってるわ、見ればわかるだろ、見ればわかるだろ、どう見ればわかるってか、もう大体わかるでしょ。もうなんだよ、ろくなヒントねえな、来るぞ、こいつが一番さ、この言った発言が一番、おーカメラワークどうした、カメラワークしっかり、はい、当てます当てます、マッチョでした、よくいいねいいね、白眼どこへ行ったんだ、わかるじゃん、どこ本当どこ行ったあいつ、分かってるね、俺は音を感知して相手の動きを把握しているベイビー、とりあえずこっち壊したい、こっち壊したい、はいはい、壊しますわざと壊さなくていいかな、これまあ音、まあ、お前ら一匹も殺さなきゃいかない、仲間だから、仲間だろうか、青ピクミンは火に強い、青ピクミンは追いかけるよ、黄ピクミンは乾電池、個性はいろいろ、ピクミン3-4、岩ピクミンは岩硬いだけ、白ピクミンは毒がある、瞬ピクミンはマジ足速い、誰も勝てないバルソンランナー、おう、まず言うた、私こいつ優しいね、来るぞと教えてくれるね、毎回嬉しい、ありがとうございます。こいつ食べたりしないね、序盤だからかな、あーまたミスった、くそ、あーキモい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 、おーメダルチ、あミスったミスったミスった、おら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 、え、よく食べないなこいつ、やっぱキモいね、真正面から見ても、いやどこどこだ、どこだどこだ、あいつどこ行った、あいつどこ行った、あいつどこ行った、行くぞ行くぞ、こいつ回復してんな、どんどん、はいはいはい、死ね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 死あれだれ、なんだっけ、ガラケーだ、ガラケー、フェールよ、てなくたピチ、電波を発信していたのはこれだったのか、それじゃあキャプテンは一体どこに、とりあえずドレッコへ持ち帰って分析してみよう、何かに使えるかもしれない、その通りです、何でも使えるんです、このピクミンの世界では、やば、キモ、本当にキモいな、うわ20匹も必要なの、まあもういいよ、ピクミン20匹でモテちゃうんだよ。それが驚きだわ、一番。おーし、モテたいって。キモー、マジでキモいんだけど。これ女性ユーザーちょっと引くね、これは。モテってる、モテってる、モテってる、モテってないよね、これ。あ、25必要だね。ごめんね。あれモテてなくね、あれ、え、モテてなくね、ちょっと、みんな手伝ってて。よくわかんねえ。え、あ、モテってる。あ、動いてる、動いてる。あ、邪魔だったの、ね、ごめんね。もっと持てないのこれ。あ、持てねえか。あ、じゃあいいや。残り物舞台はちょっといろいろ遊んでようぜ、この辺で。俺、意外と操作うまいでしょ。意外とね、操作うまいってか、ゲームキューブでやってたからね、意外とやり方ってのは分かってる方かもしれないね。あれ、みんなどこ行った？あれ、みんなどっち行ったっけ？あれ？あれ？みんなどっち行った？あ、こっちか。あ、これボス戦だったのか。いやー怖かったね、ムカデさん。マジ普通に怖かったわ。今日ここら辺で終わりにしようかな。バイバイ。あ、待って、あいつら回収してからにするわ。あいつらを見届けて終わりにしようかな。30、23、36、66。あー、100匹いるんで大丈夫だね。おい、おや、どれ一個から着信だ。プルルッ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 、回収した物体を分析します。名前、元祖イニシエのパティシスいいね、ネーミングセンスがいいね。通信端末、未知のパーツで構成されていて、今も電波を発信しています。このパーツはドレイコの通信系統に組み込めば電波強度上がるかもしれない。今夜徹夜で作業してみ、いやいやいや、そんなブラックキューじゃないですか、そんな頑張らなくていいんですよ。
やっぱり早くして早くして急いで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 、お前ら急いで早くして早く運んで、このキモいの早く、うわ入るの入るの入った、キモい、マジでキモいんだよ。なんだ、地上にピクミンの数が100匹を超えたところで音量の帯が吹かなくなった。あーすごい、あーこれは知ってます、これは知ってます、100匹以上出せないんですよね。今回はこれで終わりにしようかな。結局キャプテンいなかったね。結構や5日間ぐらいっていうか結構やってるんだけど、新種の果実を回収したわね。どんな味がするのか楽しみだ。こいつめっちゃ食いしん坊なんだよね。イカツタツボッコリ絶対うまい、まずそう、気持ち悪い。いやピクミン気持ち悪くない？さっきからもう何これ飲むのお前ら、マジかよ、俺無理だわ。いやいやもう、ま、マジこいつ、もうこのお姉さんがマジでメンタルバケモン。いやこんないいよ、こんな絞り出さなくて。どうもどうもありがとうございます、ありがとうございます。いや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 、今日頑張った私へのご褒美、お前ボス戦の最初なんか一人でどっか行ったじゃねえかよ。これで食料があればしばらく生き延びられそうね。いやこいつマジでね、食料の心配しかしてないんだよ。ピクミンとね俺の心配全然してくれないって言います。探索5日目、そう5日間やってんのにあれなんですよ、キャプテン見つかってないんですよ。だからちょっと本当にどこにいるか分かんないんだよね。次へ、あの宝の詳細次第、宝の詳細、お前じゃねえよ見てえのは。私たちは巨大生物が乗り込んでた通信端末を開始することに成功した。アルフ君が言うには、あの端末はドレイコーの通信エリアに広げるパーツが使われているらしい。彼は宇宙船の改造で手が離せないので、私が書いてみたけど、これを通じてるアルフ君って随分もめなので、あブリトニー、あ、ブリトニー、名前覚えられたらいいや。ブリトニー、お前はもっと仲間の心配をしてほしいな。ミッションで巨大生物を倒せる、あー、そういうことね。いやもうあいつ戦いたくない。あ、結局宝の説明はあれだけかな？じゃあ、今回は俺にしようかな。バイバイ。